んにちは。皆さんこんばんは、今日は弁護士のコスプレをしている倉持凛太郎です。よろしくお願いしますちょっと噛んじゃったけど、今日もやってまいりました、倉持凛太郎のこのクソ素晴らしき世界、今日は45回目です。よろしくお願いします。素晴らしい素晴らしい素晴らしい、このクソ素晴らしき世界はい、結構もう回を重ねて、そうなんです ね、はい、はい、だいたい来週でちょうど1周年ぐらいなんですよ。あ、もうそんなか。そんななんです。そんな、ちょうど1年やってきたところで、今日はあの大物ゲストを、はい、ね、楽しみにしてました。お呼びしております。早速ご紹介させていただきます、うん、慶応義塾大学教授の細谷雄一先生です。今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いいたします。先生、今日はそれ、パプアニューギニアからでしたっけ？はい、そうです。地球の裏側から、はい、イギリスの、今私、ケンブリッジに1年間おりますので、ケンブリッジからつなげております。ありがとうございます。イギリスからわざわざつないでいただいて。はい。先生とはですね、実は7年前にご縁があって、ちょっとね、写真を持ってきました。出ますかね、ね、懐かしいですね。あるんですか、そんな写真。ですね、産経新聞に載ってた写真、ちょっと産経って入れないといけないんですけど、これです。これって、ズームには出てないんですかね。今出ますか。これお互い若いですね。若くないですか、これ。これ、2人とも若いですね。あ、ちょうど、はい、これね、2015年の安保法制の時に、はいはい、手前が細谷先生 で奥にいるグレーのジャケットが倉持さん、ね、そうです。で、これ大宮のですね、衆議院でまだ審議がされている時に、参考人という専門家を呼んで、まあ、意見陳述ということでやるんですけども、その時の、まあ、安保法制の賛成の立場からの意見陳述が細谷先生がなされてで、私は反対の立場で、まあ、どっちかというとその与党の、立場で細谷先生が喋られて、私はまあ野党の推薦で喋ったということで、実は全く反対の立場であったにもかかわらず、その後もこうやっていろんな議論をさせていただいているという、まあ、その後ですね、いろいろなんかシンポジウムでも議論させていただいたりとか、いろいろとご指導をいただいているんですよね。なんかあれですよね、日米同盟みたいな、一緒に戦場で戦って当時は戦ったけども、はい、なかなか手強いなってことで、戦争終わったら同盟国になるような、なんかそんな感じですよね。もう例えがちょっと高尚すぎてですねいやでもやっぱり僕はまあ、もちろん細谷先生全然大先輩なので、胸をいつもお借りしてるんですが、こう結構やっぱり安保法制は特にエポックメイキングではありましたけども、その後やっぱりその与党と野党とかですね、右と左とかですね、改憲護憲もそうですけども、まあ、いろんな言論がこう、まあ、分断と言っていいのかどうなのか、まあ、非常に先鋭的に対立をしてしまって、共通言語を見失っていると。で、特にそのこの憲法論に関しては、先々週かな、まあ、ハドソンの村野さんを呼びしてお話もしたんですけども、そのまずどういう政策が必要でとか、現実的に財政的にできてとかっていうことと、その後じゃあ法律にどう抵触するから変えなきゃいけないとかっていう議論が、もうほぼほぼなんか安保法制以降全くできないような感じになっちゃっている中で、まあ、そういうことができるんですよと。全然立場が違っても共通言語があれば議論を深めることができるっていうことをまあ、デモンストレーションしているようなところも私あってですね。で、細谷先生とは立場が違うところとか、もちろん専門も違うところもたくさんあるんですが、胸を貸していただいているというのがこの7年間ですね。そうですね、私は実はもともとは自民党よりも民主党の方がお付き合いしている方が多くて、あ、そうなんですか。先生とか
うん、福山さんとも私親しいですし、あとは前原さんとか現場さんとかですね、もちろん自民党に移った長島喜佐さんもそうなんですが、はい、あのどちらかというともともと私民主党の方々の方が多かったんですね、お付き合い。ですから安保法制の時ももちろん意見交換する機会があったんですけども、はい、まあ、たまたまその、まあ、あの私の師匠北岡伸一先生が、まあ、あの安倍政権総理とも比較的近い立場でいろいろ助言をしてたこともありますし、まあ、あとは安倍政権の政権の中の方、政府の中の官僚の方々でお世話になっている方も多かったので、ですから私はあの安保法制始まるまでに安倍総理と会ったことないんですよね。あ、そうなんですか。ええ、全くあの多分そのコミュニティがややあの違うところでいらっしゃったと思うんですけども、ですからあの私は多分自民党のその中道の方とか民主党の中道の方と近くで、そこの距離、例えば安倍総理と前原さんとか長島さんも親しいですしね、はい、でそこら辺は意外とつながっていて、逆に多分その変な話ですけども、まあ、自民党の一番右側と民主党もともとの一番左側って反米で意外と似てると思うんですよね、はい、だからそこのところがあのなんていうんですかね、あの変なねじれの構図があって、あのだから私は結構その参考人の時にも倉持さんのお話を聞いてて、非常に元気だけどもリアリスティックな方だなと思ったんですけど、ね、お話聞いてて、あの多分世代的なものだと思うんですけども、はい、あの多分原理原則っていうのはすごくしっかり持ってらっしゃるけれども、あのすごく合理的な思考してらっしゃる方なんでね、だから多分そのあの倉持さんとは多分あの会話ができるだろう。それであのその後イベントで一緒になった時に、はい、まあ、それがあったんですけど、そういった多分倉持さんといろいろお話できるんじゃないかなと思って、イベントがあった時に、要するに安保法制私が賛成派、倉持さん反対派で、要するに普通にねあのプロレスやっても面白くないから、はい、それぞれ要するに賛成派の問題点と反対派の問題点をまず最初に言おうっていう話をして、そうでしたね、結構面白かったんですよ、はい、そうでしたね。で今回もあの今日の配信もですね、あの、まあ、先生と私で話すので、まあ、国際政治であるとか先生が専門にされているその外交史であるとかっていうところと、あの、まあ、私が、まあ、専門というかですね、あの、まあ、中心に研究をしているその憲法との、まあ、接続点みたいなところを論じていきたいなと思っています。で、あの2019年に、細谷先生が朝日新聞の論座に、書かれたリベラルな国際秩序に準拠した9条へというご論考があるんですけれども、でもそれからももう3年経ってますよね。で、今回やっぱりこういうウクライナ戦争が起こってですね、で特にあの今日やっぱり多分最後の方そういう議論にもなるとは思うんですけども、コロナがあって、そしてあのウクライナ戦争があって、やっぱりこの有事っていうことに対して日本はどうやってヘッジしていくんだっていう、まあ、そこにやっぱり法が、媒介しないとですね、これはあの私としては法律家としては、まあ、あの良くないだろうという視点からなんですけども、特にこの私がこの細谷先生の朝日新聞のその論座の論考の中であの非常に気になったのがですね、この日本国憲法が、まあ1945年46年にこう制定されるまでの、その日本国憲法の制定に、まあ、携わった日本側のアクターたちがどういう世界を見ていたのか、どういう歴史の中で生きていたのか、そしてそれがどのように日本国憲法の世界観に反映しているのかっていうことを、まあ、まず今日のその導入として、ぜひ議論をしたいなと思ってるんですけども、年表でいうとどの辺までこの辺の議論は遡っていくっていうことになりますかね。そうですね、2つの時間軸がありまして、はい、1つはまさに戦後初期ですよね、はい、憲法を作るとき、はい、あのまあ、1945年から46、47、この憲法を作るときがどういう時代で、はい、どういう人たちがそこにいたのかということが一つ、日本国憲法の制定誕生ということですが、でもう一つはその日本国憲法を作った人たち、はい、まあ、これは日本側であれば吉田茂とか篠原喜次郎とか芦田仁志という首相で、実はその3人の首相は3人と、まあ、それぞれみんな閣僚としてあのその中に、まあ、篠原政権の時に入ったんですけども、はい、3人とも外交官として、はい、あの戦艦機に活躍したわけですね。うん、で戦艦機って何かって言ったら、一つは、まあ、後ほどまた詳しくお話しますけれども、1928年 の、 あの不戦条約ですね、はい、でこれをまさに外交官としてあの間接あるいは直接に経験して、はい、この戦争というものを違法化していくという世界を見た、
そしてそれと同時にそれが崩れていく世界みたいなんですね、うんうんうん、でこれを一緒に見ていたのが実はマッカーサーも同じです、はい、アメリカ陸軍の軍人としてこのまさにパリ不戦条約、これやっぱり衝撃だったわけですね、戦争を違法化すると、うん、でこの重原、吉田、そして芦田、さらにはアメリカのマッカーサー、このまあ多少世代が違うとはいえほぼ同じ世代の人たちが戦後活躍するけれども、彼らは20年代30年代の世界の時にまさに現役として外交官や軍人として活動し、世界が変わろうとして、そして変わろうとしたのが崩れた、で崩したのが日本なわけですね、はい、満州事変以降日本が崩したわけですよね。ですからこの2つの戦間期の、まあ、平和の世界を作ろうとした試みと挫折、そしてそれを経験した人たちが戦後に憲法を作った、この2つが私は憲法を理解するための鍵だと思ってますね。うん、ありがとうございます。我々はどっちかというとそのなんていうのかな、8月革命説とかですね、そのやっぱりその、天皇主権だったところから国民主権に変わったことをどう説明するのかとかですね、あとはそのもう非常にプロパーな9条の条文の読み方みたいなところをやっぱ重視してしまって、特に戦後の憲法学っていうのはいわゆる抵抗の憲法学なんて言われてですね、どちらかというと権力的なものとかそういうまあ暴力的なものを遠ざけようというその遠心力が働いているような憲法学をまあ歩んできたと思うんですね。そこに私はその歴史的な視点でそれに携わったアクターたちがどういう世界観を描いてたのかっていう視点があまりなかったので、非常にその辺は興味深かったです。で、ちょっとスライドを用意したんですけども、今これですね、これズームにも映ってますか？はい、先生が今お話しされたちょっと起点となる3つの、まあ、1919年の、パリ講和会議と第一次世界大戦後ですね、そしてその後今お話が出た1928年の、パリ不戦条約で初めて戦争を違法化すると、でその後、まあ、第二次世界大戦が起こってしまって日本国憲法が起草されたと。ここに一応今お話に出てきた吉田茂、芦田、そして重原という人たちがみんな関わっていたという、まあ、簡単に今スライドにしたんですけども、このパリ講和会議から、まあ、ケロク・ブリアン協定、そして日本国憲法起草に至るこの流れをぜひちょっと細谷先生に論じていただきたいなと思うんですけども。はい、ありがとうございます。今スライドに出ているこのまず1919年ですね、はい、これは世界の転換点です。でヨーロッパやアメリカで世界史を学ぶときに一般的には1945年というのは転換点ではないんですね。1919年が転換点で、これ世界が変わると、はい、それ以前の世界、まあ、簡単に言えば、まあ、それまでですねあったヨーロッパにおける3つの帝国、うん、まあ、ドイツ帝国、ロシア帝国、そしてハプスブルク帝国、3つの帝国が崩壊して、まあ、まさにヨーロッパが完全に作り変えられる、これは1つですね、はい、でもう1つはアメリカとソ連というヨーロッパではない2つの大国が国際政治の中心に立つということで、はい、この1919年はまさに世界が大きく転換していく転換点に、まあ、なったわけですね。でそこにまさに野次馬的に吉田茂はもともと代表団に含まれてなかったんですが、まあ、日本の全権代表であった牧野信玄信明が妻の義理の父親ですからお願いをしてですね、はい、彼2回だけ人生で外交官として職権乱用したことがあるわまあ自分で回顧録書いてるんですけども、はい、その義理のお父さんに頼んでどうにか入れてくれと、やっぱりどうしても見たかったんですね。でそれと似たのが実はこの近衛丸、日本の全権代表2人いまして、1人が牧野信明、まあ、元外相で、もう1人がこの近衛文麿、後の首相ですけれども、彼の場合は、まあ、まさに日本の、まあ、名門の貴族の頂点に立っているわけですけれども、で公爵ですね、はい、で彼の親しい、まあ、子供の頃からずっとお世話になった、おじさんのようにお世話になった、この、まあ、サイモン寺ですね、サイモン寺気持ちがこのパリ、講和会議の全権代表となりまして、はい、でこの西園寺にお願いをして、まあ、というよりはどちらかというと西園寺が将来この絵が日本を支えていくだろうということで世界を見てもらいたいということで含めたわけですね。ところが実はこの吉田、芦田、重原と、まあ、重原は外務次官として日本にいたんですけども、この絵は全く違う経験をするんですね。お、全
全く違うというのは何かというと、はい、吉田や明日はですね、世界が変わりつつあると。まあ、それまでの大国間のですね、パワープロティクスから、まあ、国際連盟ができて、これから日本もそのインターナショナリズムですね、これ国際主義、国際協調へと大きく舵を切らないといけない。まあ、そう思ったのが、外交官吉田茂、明日仁と、そして外務次官の下木十郎。で、それが、この絵は全く逆の認識を持ったんですね。つまりこの絵は何を見たかというと、偽善ですね。英米の偽善。はい。はい。つまり世界が大きく変わったと言ってるが、それは間違いだと。結局は英米が自らの権利、帝国的な権利、こういったものを保持するために、こういったものを利用してるんだと。日本はそういう英米本位の平和主義に対抗しないといけない。はい、そういう論文を、この、まあ、1918年、ここの会議に出る直前に書きまして、で出た会議の後にも、この論文がですね、軍の間でブームになるんですね。はい、みんな読んで、そうだそうだと。つまりは、英米を中心とした国際協調と協力しなくちゃいけないというような、この吉田や芦田の考え方、あるいは下田の考え方と、そうではなくて、英米偽善だと。結局自分たちの利益を守って、日本はその中で不利な条件を強いられているんだと。これ今日本も同じですよね、この分裂が。そうですね。で、非常に不幸なことに、実はですね、日本の憲法学は後者にのっとってるんですね。日本の憲法学は基本的にフランス法、ドイツ法、大陸法が中心ですから、はい、まあ、東大の憲法学を教えていた、まあ、あの宮沢敏夫先生ですけども、はい、まあ、彼はまさにフランス法を同じに学んでますので、そのこの反英米ですね、うん、フランス留学時代からこの英米の中心の秩序に対する非常に強い抵抗があって、ですから実はこの憲法学者の人たちは太平洋戦争を支えてるんですよね。まさに英米の中心の秩序を打破するのが日本の使命だということを考えている、はい、ですからある意味では日米安保条約を作って日本が戦後アメリカと協力して国際協調主義を行くといったときに、この憲法学者の人たちは非常に悩むんですね。賛成するか反対するか、はい、で結局は最初は態度を保留するんですが、はっきりとこの反対の方にシフトしていく。でそれは私はその元にあるのはパリコア会議の時にこの絵が述べていた英米本位の平和主義を排出、つまりは英米の主張というのは偽善であって、はい、日本はそれに抵抗しないといけない。でこういった理念がですね、私は戦後の実は平和主義の一部に受け継がれていて、それは日本の平和主義には2つあって、インターナショナリズムに基づいて、つまり英米が中心、英米がたとえ偽善があったとしても、まあ、現実に存在する、まあ、国際連盟、国際連合と協力しなくちゃいけないというインターナショナリズム、これが吉田、明日、下原ですね、はい、でこれが憲法に埋め込まれていた。ところがこの絵的な、この絵と水田敏夫先生つなげるところ、憲法学会で私大変なもう、もうすでに罵診されてるんですけど、いや、はい、かなり今茨の道を歩いてるなと思いながら聞いてたんですけど、そうなんです。ですからこの実はこの私、自治独立とは何かという本にも書いてるんですけども、はい、実はこの、パリコア会議から続いている英米の秩序が偽善だと、パワープロティクス、この英米の利益を代弁しているから日本はこれに抵抗するべきだという、この絵から太平洋戦争、そして戦後の一部の平和主義、ずっとこれ実は反英米なんですよ、ね、うん、ですからこの反米的な国際社会に抵抗すると、でその結果に何があると、実はアジアですね、アジアと協力するべきだという議論と、はい、さらには日本は道徳的な高みに立っていると、つまり英米は間違っていて日本こそが正しいんだ。で、この戦後、戦前のこの論理ですよね。まさに大東亜共栄圏のアジアと提携し、日本が正しいという論理と、実は戦後の平和主義って非常に私、パラレルだと思うんですね。真逆の側面と継承している部分が両方あって、これはやっぱりちゃんと我々は留意しないといけないと思いますね。私も今それ、話を聞きながらですね、その1919年の段階で、もうすでに、まあ、二分化してしまっている状態っていうのがあって、まあ、それ本当に戦後も引きずってるなと思ったんですけども、このヨーロッパの特に、まあ、外交史含めてです研究されている先生から見て、その私も法律家としてやっぱり法律非常に英米とこう独仏でどっちかっていうと分かれてるってところがあるので、このその思想史とか、の中での、まあ、社会科学の中でのこの大陸ヨーロッパと英米のこのある種の対立みたいなものっていうのは、これちょっと話それるかもしれませんけども、これどういうふうなそのねじれで生まれてるんですかね。これすごく感じるんですよ。私もそのフランス系、ドイツ系の方と、まあ、僕どっちかというと自分の先生も英米の先生なんで、法哲学も憲法もどっちかというと英米の流れっていうのはあるんですけど、
そういう人たちとあの大陸系の人たちの考え方とかが違って、もうある種ヘイトしてるみたいなところもあるじゃないですか。これってどういう、はい、あの根源があるんですかね。まあ、これもですね、私またすでに叩かれてるのにまた叩かれてることを、これからさらに叩かれることを前提に申し上げると、はい、国際政治学者ほとんどが英米留学組なんですよね。はいはいはい。で、まあ、私もイギリスで修士号を取ってますし、ですから人文系っていうのは逆にフランス、ドイツ留学が文学も哲学も中心、特に哲学が中心だった、はい、ですから日本の文学部人文系っていうのは実は反英米的なカラーが非常に強くてですね、まあ、もちろんこういうことを言うと英米留学している英文学米文学の人もいらっしゃるので注意しないといけないんですが、しかしながらやっぱり戦後の日本の人文学はフランス文学、ドイツ文学、あるいはフランス、ドイツの哲学ですよね。これが私圧倒的に強かったと思うんです。うん。一方で国際政治学、政治学そうですけど、国際政治学は特に英米のヘゲモニーは非常に強いので、ですから例えば英米がに留学した人たちは今回のウクライナ戦争についてもですね、あるいは今まで のものも冷戦後の国際政治について英米が中心、特にアメリカ中心の国際社会や国際秩序に実はあんまり抵抗がないと思うんです ね、 そうですね。だから例えばイラク戦争の時にあんまり国際政治者が批判してないじゃないかとか、あるいは今回アメリカの言ってることがみんな正しいわけじゃない、 NATO にも問題があったっていうのが実は人文系からたくさん出てきて、国際政治学者の人たち、ね、安全保障研究というのはほとんどはもうこれアメリカ、イギリスがもう中心ですから、ほとんど英米留学組ですから、そうすると安全保障研究者の人たちが比較的、さらに国際社会の中心って明らかにこれも英米中心ですからね、はい、どうしてもやっぱりフランス、ドイツ、ロシアというのはその周辺になってしまうということで、したがって今回ウクライナ戦争でも比較的人文系の人で、まあ、もちろんこういう大雑把な国は良くないんですけども、ドイツ、フランスに留学していると。で、私は最初に留学したのはオランダですから。あ、そうですか。オランダに大学生の時に留学して、その後にイギリスで修士を取って、はい、で私はイギリス外交省やってるとですね、もうとにかくイギリス人ってのはアメリカ嫌いなんですよ。で、まあ、ケンブリッジなんかソ連のスパイの宝庫でしたから、はい、差が非常に多い。つまりケンブリッジの先生と喋ってると今回もそうなんですけど、とにかくアメリカ批判2時間ぐらい止まらないですからね。でこれよく知られてるのはやっぱりイギリスの比較的高い知識人階級って、特にケンブリッジはその傾向強いんですけどもね、非常にやっぱアメリカ嫌いなんですよ。で私イギリス外交省を研究してて、表向きはイギリス人もリアリズム、プラグマティズムで、アメリカとの同盟関係が必要、経済協力が必要ですから、表向きには英米特別な関係で血がつながって同じ言語でって、もちろんアメリカ立てますよね、はい、ところが私外交史研究なんで、外交資料を読んでるとアメリカの悪口ばっかりなんですね。あ、そうなんですか。で、うん、例えば第二次世界大戦中の事務次官を経験したアレクサンダー・カドガンは日記の中で、これ日記ですよね、表の交渉では綺麗事言うわけですけど、日記の中でアメリカ人は世界一わけわかんない脳みそを持っている、彼らと対話することは不可能だって言ってるわけです。ですからやっぱりイギリスのエリートってどうしてもフランスとか親フランス的な人が多くて、はい、実は大衆は親米的な人が多いんですけども、ですから私は大学院にいた時に、あるいは研究者になってですね、このままずっとイギリス外交省やってるとアメリカ嫌いになっちゃうと。でそれで私は実はプリンストンに10年前に1年行きまして、ちょうど小村先生と同じ時期だったんですけども、はい、要するにアメリカを外から批判するのではなくて、内在的に理解しないと国際政治を理解できないと思って1年アメリカ行ったんですね、はい、で、まあ、イギリスが専門で長らく私もイギリスに慣れてたので、もう違和感だらけですよ。もう本当にパラレルワールドで、やっぱりイギリスにいると基本的にヨーロッパが嫌いで、みんなアメリカに逃げたわけじゃないですか。だからこれよく知られてないんですけども、はい、いかにアメリカの反ヨーロッパ主義が強いか、はい、でこれどういうことか、例えば倉持さんも多分スターウォーズご覧になったと思うんですけども、はい、スターウォーズってですね、これあんまり皆さん気づいてらっしゃらないと思うんですけども、帝国対共和国じゃないですか、はい、で帝国はイギリス帝国なんですよね、イメージとしては。スターウォーズのモデルは、はい、そうなんです。で共和国あれ何かアメリカ独立戦争なんですよ、はい、だから結局面白いのが、アメリカの帝国、ごめんなさい、スターウォーズの帝国の側の出演者ってほぼ全員がイギリス英語なんですね。あ、今度よく聞いていただいたら分かるんです、はい、で共和国の人はほぼ全員がアメリカ英語なんですよ。だからあれを見てる人たちは無意識層からアメリカ人は
おのずとあれはイギリス帝国に対するアメリカの独立で、さらに言うとあのダンスベイダーのヘルメットありますよね、はい、あれはまあ、よく言われていることなんですけど、あれはナチスドイツのヘルメットと日本の兜を合わせて作ったんですね、はいはい、ですから、まあ、要するに枢軸国ですよね。そうするとあのスターウォーズの帝国のイメージってイギリス帝国とナチスの組み合わせた形、これアメリカの悪のまさに典型なんです。だからアメリカに長く行くと基本的にヨーロッパ嫌いになるし、はい、ヨーロッパに長くいるとアメリカ嫌いになるんですね。だから私はオランダ留学してからイギリス留学して、その後アメリカに留学して、その後フランスに1年、ね、おどこもあまり嫌いにならないように。そうなんです。だから私は見方を、ね、そうなんです。つまりある国だけから見ると本当に例外的だと思うんですけども、ある国だけから世界を見ると偏ってしまうので、もちろん日本からだけ見るというのも偏ると思うんですけども、はい、だからヨーロッパ大陸のオランダフランス留学して、さらには英米イギリスとアメリカに1年ずつ留学してということで、でもうさすがに私もいろいろ見たので、最後はというかちゃんと今は専門の、もともとのイギリスの外交庁専門が弱くなってきたので、今イギリスに戻ったんですが、元に戻ると結局ですね、小山さんのご質問に戻るとですね、はい、このアメリカとヨーロッパの理解の違いというもので、日本の中での分裂というものも基本的にやっぱり大陸的な思考、フランスとかドイツとかロシアから国際政治を見る場合には、やっぱりアメリカが常に正しいのはおかしい、 NATO にもいろいろ問題があったじゃないか。で実際これは冷戦後の NATO の拡大の時に、 NATO の中でもアメリカの中にもあったんですね、はい、やっぱり冷戦の勝利すぎて、自分たちが正しいという理念で NATO っていうのをどんどん広げていくということは、これはロシアに屈辱を与えるから、やっぱりもう少しロシアの立場を考慮するべきじゃないかという意見と、一方でいやいや我々正しかった、我々冷戦に勝ったんだから、我々の価値観を広げるのはこれが正義なんだという、アメリカ政府内にも意見が割れたわけです、はい、で結果としてこの折衷的な私は政策をアメリカ取ったと思うので、一方的にアメリカを批判するのは適切ではないと思いますけども、はい、まあ、憲法を考える際にもやっぱりですね、日本の中でこのなんていうんですかね、やっぱりアメリカの正義というものに対する非常に強い違和感とかで、なぜこれが強いかというと、実はアメリカの文学哲学もアメリカ批判が非常に強いんです。差が強いです、はい、だからアメリカに留学してもアメリカ批判になる、ヨーロッパに留学してもアメリカ批判になるので、もう一億日本総国民反米主義になるとだからそれで結局なんていうんですかね、アメリカが、まあ、偽善であると、つまり独善である、まあ、こういった批判いろいろあると思うし、まあ、アメリカ世界でひどいことたくさんやってきたと思いますけども、結局その結果我々が世界を見るときに全てが親米反米で歪められちゃう、はい、うん、これが我々の世界を見る上でのやっぱり歪みの原因じゃないかな、ね、うんうんうん、まあ、だからその方がもうすでにやっぱり講和会議の時からあったと。そうなんです、いうことですね、親米反米ということで、はい、これ面白いのは実はですね、重原も吉田もアメリカ大嫌いなんですよね。あ、そうなんですか。大嫌いなんですよ、彼らは親英派ですから。はい、あ、そうかそうか、そうでしたね。とにかく、まあ、イギリス英語、美しいイギリス、まあ、重原は、まあ、イギリス英語をしゃべって、で吉田はとにかく英語が下手なんで、アメリカ英語でもイギリス英語でもない、ほとんど通じない英語をしゃべってたんですけど、まあ、ただ彼は、まあ、吉田はイギリスの大使もしてます、自分でやっぱりイギリス大使やりたかったということで、イギリス大使もなりましたし、やっぱり彼らはイギリス的な世界観から世界を見てるので、はい、戦後にアメリカに占領されたとき、誰よりもやっぱり悔しかった。特に毎日吉田茂は、私 の、 自主と独立とは何かという本にも書いてますが、彼は毎日やっぱり焼け野原を散歩してですね、外務大臣首相としてもう常に屈辱を感じて必ず立ち上がってみせるということで、このアメリカに戦争で敗れたという屈辱をやっぱり戦後復興してね、日本の名誉を回復したいという、あえてこの廃墟を散歩しながら屈辱を感じたということで、やっぱりこの吉田とか重原がつまりイデオロギー的に実はアメリカに非常に批判的なんだけども、はい、日本の国益や安全を考えてアメリカと提携するのが戦後の生きる道だ、でこれをこの吉田的重原的な考え方を受け入れるかどうかということが戦後の、まあ、論争ですよね、親米反米を分けたのかもしれないですよね、うん、はい、あ、ちょっとその、さっきのところぐらいまで戻ると、その後そのいわゆる、ケロクブリアン協定、パリ不戦条約ができていく流れから、それがまた、その体制が壊れていくっていう流れの中で、
そのまあ日本国憲法制定に携わったアクターたちっていうのは、その辺のこの20年30年っていうのはどのように見ていたんですかね。そうなんですよね。結局ですね、国際連盟は経済制裁と国際世論によって侵略を止めるという国際組織だったんです、はい、でつまりは軍事的なその介入はない、軍事力は悪だというのが戦艦機の国際連盟の考え方なんですね。ですから例えばケロッブリアン条約、不戦条約も、はい、侵略国に対して軍事的な制裁はできないですね、はい、制裁の条項ないですから。つまりは戦艦機の世界というのは善意をもとに成り立てた、うんうん、つまりは経済制裁やあるいは世論、国際世論が批判をすれば侵略はないだろうと思うんですね、はい、でそれを壊したのが結局日本なんです。満州事変で日本という大国が侵略をしたときに、まあ、これ侵略というとまた宇賀の人怒るんですけども、まあ、私はまあ、あれ侵略だと思いますが、侵略をしたときにですね、結局は止める手段がない、はい、国際連盟は止められない。でなぜかというと世界恐慌の後の1931年にアメリカもイギリスも、まあ、アメリカは国際連盟入ってませんが、日本と戦争したくないんですね、はい、ようやく経済的に回復しつつあったので、まあ、言ってみれば放置ですよね。日本と喧嘩したくないということでお茶を濁して結局それを許した。でそれを見てたのが結局ヒトラーとムッソリーニなんですね、はい、つまり大国、軍事大国、国際政治はやっぱり軍事力で動いている。つまり軍事大国が軍事行動を起こしたときに結局どの国も抵抗できない、みんな結局平和主義で戦争したくないという気持ちがあるので、ムッソリーニもヒトラーも平和主義というものを悪用したわけです、うん、人々が戦争したくないということであれば、仮にイタリアやドイツが侵略しても結局イギリスもアメリカもフランスも綺麗事は言うけど何もできないはずだと。だから結局この侵略を放置するということが次の侵略を生む、これが、まあ、満州事変の後の私はイタリアのエチオピア侵略であるとか、はい、あるいはドイツがラインランドやズデデンランドに進駐したことにもつながったと思うんです。でこれを見たのが結局吉田とか秀原とかマッカーサーとか彼らなわけですね。つまり軍事力がなければ侵略は止められない、つまり抑止力がなければ止められない、はい、逆に言うと国際連盟は軍縮条項がありましたから、はい、必要最低限な水準までに軍事力を削減しないといけない。で結局はイギリスもフランスも真面目に減らしたわけですね。一方で日本もイタリアもドイツも国際連盟に脱退しました、はい、そうすると1930年代末にイタリアやドイツや日本が侵略をしようとしたときにイギリスやフランスは弱すぎて戦争できないんですよ、うん、危機が起きたときに抑止力がない、はい、つまり国際連盟の中で真面目に軍縮したらバカを見ちゃったわけですよね。で脱退した国はいくらでも軍事力を増やせますから、そうすると強い軍事的に強いドイツが戦争するぞと脅したときに戦争だけは嫌だということで、結局ネビラ・チェンバレンが何でも言うことを聞きますということでチェコのズデデンランドをよこせと言ったらあげますって、はい、融和政策取ったんですよね。そうです、これあげますってこれ国際連盟規約違反ですし、はい、まあ、ロカウンド条約とか、まあ、それ以降の条約、まあ、もちろんケロッブリアン条約も不戦条約も全部違反してるわけですよ。だけどイギリスはそれに加担しちゃったわけですね、はい、戦争したくないという思いから原理原則を踏みにじったわけです。そうすると今度は他の国がそれを見て結局そうなんだと、綺麗なことを言ってもみんな自分のことしか考えないからいくら踏みにじっても大丈夫だよね。でその反省から国際連合ができたんですね、はい、やっぱりきちんとした軍事力の担保がなければ平和維持できないっていう、これもう本当コペルニクス的に転換をして、はい、軍事力によって侵略を止めるというのはこれ国連憲章の第7章なんです、はい、ところが日本はその過程を見てないので結局はですね、その元の世界ですよね。つまりは結局は国際連盟の頃の世界に戻って、やっぱり経済軍事力行使良くないよねと、経済制裁と国際世論で侵略を止めるべきだよねということで30年遅れのことを言ってるわけですよ。あ、それではとてもじゃないですけども、やっぱり国際社会に適応できないですよね、はい、そのちょっと今話が出てきたパリ不戦条約であるとか、国連憲章ですね、もうちょっと持ってきました。で今出ますかね。そう、これもよくパリ不戦条約を、まあ、引いて今の、ね、日本国憲法の9条1項だなんて話もありますけど、まあ、よく見たことある文言ですね。国際紛争完結の解決のために戦争に訴えることを非難し、かつその相互の関係において国家政策の手段として、まあ、戦争を放棄することをその各々の人民の名において厳粛に宣言をすると。これ次いけますか。
これ国連憲章ですね。まあこれもあの、1条は目的ですけども2条2の、4項5項、まあ、4項5項ですかね。この辺はまあよく有名なというか、まあ、5項なんかは特に武力による威嚇また武力の行使ということを慎まなければならないというふうになっていると。この不戦条約から国際、まあ、国連憲章へのこのアップデートっていうのは細谷先生どういうふうに読んだらいいですかね。あれ音声ありがとうございます。はい、はい。あの、はるかにですね、国連憲章の方が強力になったということと、はい、まあ、あの、国際連盟の時には実はこの武力による威嚇、また武力の行使というものに関しては、はるかにトーンダウンした表現だったんですけども、はい、明らかに国際連合、まあ、連署、国連憲章は、あの、国際連盟規約ではなくて、はい、1928年の不戦条約を土台にしているわけですね。はい、ですから、不戦条約のけ、まあ、精神というものが、この国連憲章第2条の4項5項に入ってきたわけです、うん、ですからあの重要なのが日本国憲法 の第9条というのはこの28年の不戦条約そして45年の国連憲章をある意味ではコピペしたということなんですよね、はい、まあ、その精神というのを継承したということ、なぜ精神を継承したかというとそもそもこれを作った、まあ、吉田茂、志田原喜十郎、芦田仁、幕川さんがみんなこの時代に生きてて、はい、その精神を吸収してるからですよね。一応ね、9条もあの、だし、あの全文と9条をあの引っ張ってきてます。出ますかね。そう、まあこの辺後でちょっとこれ使うと思いますけども、まあ、憲法全文そしてあの9条ですね。このあと9条も出ます。これですね。これはまあ要は今先生おっしゃったように、まあ、特に9条1項に関してはパリ不戦条約そして国連憲章のコピペだということですよね。そうなんです。ですから要するにそのコンテクスト、つまりそれが作られたコンテクストとして憲法9条と国連憲章は私はこれはセットだと思ってるんですね、はい、つまりは国連憲章の精神というものを、まあ、これもはっきり言って基礎過程でアメリカの GHQ はそういう意向だったわけですけども、はい、国連憲章の精神というものあるいは不戦条約の精神というものをこのあの憲法9条の中に入れるわけですけども、それは憲法の全文とセットなんですよね、はい、憲法の全文というものが明らかに先ほどお出しいただいたものが明らかに国連憲章の精神をそのまま継承してますから、はい、あのまあ、言ってみれば憲法9条というものはあの平和主義と国際主義のこの2つの柱によって成り立っているわけですが、ところがやっぱり1950年代、まあ、60年代ですかね、60年代以降ですね、この日本柱のうちの国際主義が抜けちゃうんですね、はい、ですから、まあ、言ってみれば一国平和主義であるとか孤立主義、つまりは国際主義に対してあの平和主義だけは残ってしまった。なぜそうなったかというと、この国連憲章を作ったのは英米が中心ですから、はい、もちろんソ連も加わっても中国も部分的には加わってますが、そうすると反英米というのは反国際主義なんですね、うん、つまりは英米が中心の国際社会には同意できないと、まあ、言ってみればあの中国にも利があるしソ連にも利がある、まあ、つまり社会主義勢力にも利があるから英米が掲げた正義というものに従うべきではないということになると、この日本柱のうちの国際主義というものが消えてしまう、はい、そうすると平和主義だけが残るわけですよね。そうすると国際主体の中で日本が何をするべきか、でもう一度ちょっと憲法の全文を憲法全文いきましょうか、はい、この私憲法全文はいくらもう強調しても強調しすぎることはないと思うんですけども、はい、この赤で書いていただいたところ、まあ、ここでですね、あの我らは平和を維持し専制と霊獣圧迫と偏境を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において名誉ある地位を占めたいとも、我らは世界全世界の国民が等しく恐怖と欠乏からので平和の地に生存する権利を有することを確認する。そしてその次もさらに重要なんです、はい、我らはいずれの国家も自国のことのみに専念して他国を支持してはならないのであって、政治道徳の法則は普遍的なものであり、この法則に従うことは自国の主権を維持し他国と対等関係に立とうとする各国の義務であると。これ非常に強い言葉ですよね、はい、これ何を意味するかというと、ウクライナでウクライナの人たちが苦しんでいるときにそれは我々と関係ない、ウクライナの人たちが専制と霊獣であると、圧迫と偏境であると、あるいは恐怖と欠乏で苦しんでいるときに我々は関係ないから放置するべきだというのは、明らかにこれは私は憲法の精神に背いていることだと思うんです、うん、ところが日本の平和主義は部分的には戦後ですね、そうなってしまったんです。
つまりは人々が苦しもうが我々に関係ない、イラクの人が苦しもうが、アフガニスタンの人が苦しもうが、あるいはウクライナの人が苦しもうが、それは勝手だと、はい、我々はそこから距離を置くべきであって助けに行くべきじゃないというのが私は戦後の平和主義で、もちろんその中で民生的な協力、非軍事的な協力で限定してできるじゃないかという人がいらっしゃるんですけども、日本は ODA 国民の GDP あたりということでは OECD 加盟国で最低水準ですから、はい、つまり実はほとんどこの憲法全文の精神というものを日本は裏切り続けてきたと思うんですね。ですから今回のウクライナでようやく多くの人たちがやっぱり日本は何かしなくちゃいけないんじゃないかということを手を差し伸べるべきじゃないか、はい、で重要なのはどういう手を差し伸べるかということで、その時に軍事的な支援もあれば非軍事的な支援もある。私は非軍事的な支援を中心で構わないと思うんですけども、いずれにしても国際主義というものが抜け落ちているということ、一国平和主義、自分たちだけ良ければいいというのがいつの間にか日本の憲法の精神になってしまった、うん、まあ、これをですね、やっぱりもう一度我々今回のウクライナ戦争を機に考え直す必要があるんじゃないかと思いますね。はい、細谷先生にいただいた産経新聞の、産経のこれオンラインですかね、3月29日の世界を解くというところでも、まあ、今回細谷先生も割とネット論壇上でバリバリやり取りされてましたけども、今回そのウクライナは降伏すべきだとかですね、撤退すべきだとかですね、まあ、戦うこと、ウクライナが戦うことも、問題なんじゃないか、つまりロシアにも非があるけれどもウクライナにも非がある、両方に正義があるんだみたいな言論が一方であってですね、それに対して、それは違うと、ロシアの今行っていることは国際法違反だとかいうことも含めて、細谷先生いろいろ反論を結構されていましたけども、この戦後の国際主義が抜き落ちた一国、ある種の一国平和主義ですね、まあ、平和主義ナショナリズムというのか、この日本の状態っていうのを、まあ、非常に如実にこの言論空間で今回見たなというふうに思ってるんですけども、この辺いかがですか？まあ、そうですね、2つあると思うんです、はい、1つは先ほど申し上げたような戦前から続く反米の思想ですね、はい、英米は常に偽善で間違っていると、我々はその英米の行っている不正義に断固として抵抗するべきだということですね、まあ、そうすると中国とかソ連とかと連携するということになるわけだから、まあ、戦後のもちろんこれにもいろんなグループがありましたからひとまとめにはできないんですけども、まあ、親中親ソ反中反ソ、いろいろありますけれども、まあ、だけれどもやっぱり英米が間違っている、でこれはやっぱりベトナム反戦戦争の世代が非常に影響力が大きいと思うんですけども、はい、で私はまあ先ほど申し上げたように外交史が専門、イギリス外交史が専門なんで、アメリカを批判する、アメリカとか NATO の正義を批判して私にネットで批判する人たくさんいらっしゃいますけども、そういう私を批判する人の100倍ぐらいアメリカやったひどいことを私説明できると思うんですよ。20世紀どれだけアメリカがひどいことやってきたと、で私が外交史専門ですから本当にひどいこといっぱいやってきました。で偽善であるとか本当におごりであるとかいくらでもあります。ですからそれいくらでも指摘できるんですけども、だけれども全ての人間、全ての国家は完璧じゃないわけですね、はい、私も完璧じゃない、いろんな間違いを犯しています、アメリカもいろんな間違いを犯している、だから中国もロシアも間違いを犯している、だから別に中国やロシアが間違いを犯したとしてもそれによって全てアメリカ中国が悪い、ロシアが悪いっていうつもりは私全然ないです。ただ単に今回の行動が、まあ、国際法、20世紀に発展した戦争の違法化という、せっかく100年かけて積み木を積み重ねたわけですよ、何回も壊れて崩れてきたわけですね、はい、だけども地球上から戦争をなくすのは無理かもしれない、だけどそのためにせっかく積み木をこそ重ねてきたのを、これをですね、おそらく戦後最も大胆に破壊したいのは私はこのウクライナ戦争だと思うんですね。それを許すべきではない、はい、でベトナム戦争とかイラク戦争もひどかったですけれども、やっぱりそのなんていうんですかね、世界の平和を、まあ、戦争の違法化というものを作るという意味では、やっぱり今回のウクライナ戦争の影響って非常に大きいと思うんですね、うん、ですからこれをやっぱり認めるということになると、この100年の時計の針を戻すことになっちゃう、またパワーポリティクスの時代になって戦争をやってもいいっていう時代になっちゃうんですね。だから私はアメリカを批判するということと、ロシアの今回のウクライナの侵攻、さらには一般市民への無差別な殺戮というものを批判しないということは、これセットにするべきじゃないと思うんですね、うん、だからやっぱりアメリカはひどいことはやってきたかもしれないけども、今回のロシアの行動に対してきちんと日本は原理原則を守って、
それ批判しなくちゃいけない。それはつまりはアメリカがひどいことをやったということがロシアの非人道的な行動の面積には全くならないということが、はい、これがだから私が感じている非常に大きな違和感ですよね。はい、ありがとうございます。その、まあ、対外的にというかですね、日本がその外交であるとかその世界にどうか携わっていくんだというところで平和主義に特化してしまって国際主義が抜け落ちたというご指摘があったんですけども、今度これこと国内に目を向けてみるとですね、国内にも一応まあ9条っていうのはありながら、まあ、一応国際法的には軍隊と扱われる自衛隊が存在しております。でこれについて、まあ、非常に細谷先生、この軍事と政治と日本の選択という本の中でもう書かれてますけども、西軍関係ってやつですね、政府と軍の関係、政治と軍の関係、これですについて、非常に日本はそのガラパゴス的な、まあ、発展というのかですね、袋小路に入ってしまっているというふうに私はこの本を読んでよく分かったんですけども、スライド出ますかね、最後のところにちょっとだけ見出しを書きました。野瀬先生、この本の中で国民安全保障と、まあ、国家安全保障っていう言葉もよく言われるんですよね。ナショナルセキュリティという時にですね。なんだけど、国民安全保障っていう概念を、まあ、言われているということと、もうこの3つの安全、軍による安全、そして軍からの安全、そして政治からの安全という、この視点が、本当に全部バランスよく持ってないとまずいということがよくわかったんですけども、先生、ちょっとこの辺ご説明していただけませんか？はい、ありがとうございます。私の問題意識として、まあ、英語でナショナルセキュリティという言葉がありますけれども、はい、ネーションというのは、これは社会的な共同体、つまりは人々の共同体、社会的な概念ですから、はい、国家、つまりステートセキュリティでもないし、レジームセキュリティでもないんですね。つまり自分たちの体制を守りたい、例えばフセイン政権を守りたい、これレジームセキュリティということになりますし、はい、あるいはステートセキュリティ、国家の安全を守る、まあ、これも同様だと思うんですけども、そうではなくてネーション、つまり国民の安全を守るということを私は国家の義務だと思うんですね、はい、でところが戦前の日本も結局は太平洋戦争で国民の命を守れなかったわけですよ。で結局はある意味では自分たちの都合を優先して国民の命というものを粗末にした結果が私は太平洋戦争だったと思うので、はい、で戦後もですね、私は同じことが続いている。本当に国が国民の命というものを守る意思があるのか。で、なぜそういうことが起きるかというと、結局、まあ、これも私いろんなところで書いてるんですけども、伊藤博文が憲法、日本、大日本帝国憲法を作るときに、非常に反発した、異論とか、反対勢力があったので、はい、伊藤博文、非常に彼は頭いい人ですから、狡猾な政治家だったので、簡単に憲法が、まあそれ自体は悪いことじゃないですけど、立憲主義を日本に定着させるために、三人術のように、不魔の大典という言葉を浸透させたんですね。はい、つまり、欽定憲法で、これが、まあ言ってみれば、神からの与えられた憲法だから、人間ごときが触ってはいけないということなんですね。で、それによって、まあ、立憲主義を日本に定着させるために、まあ、要するに憲法改正をさせないということですね。で、これが催眠術のように結局聞いてしまった。はい、だから結局、誰も憲法を触れなくなってしまったわけですよね。はい、本当であれば、民主主義であれば、国民が議論して、その時代に最もふさわしい憲法を作らなくちゃいけない。だけれども、私が、まあ、唖然としたのは、まあ、先ほど名前を出した宮田俊雄先生をはじめとして、はい、それこそ、東大教授、美濃部もそうですけども、ほとんどの憲法学者が戦後の、その憲法、日本国憲法への改正反対してたんですよね。はい、つまりは、不魔の大典教育を受けたので、大日本帝国を解釈を変更すればできるって言ったわけですよ。びっくりですけども、はい、無理ですよね。欽定憲法で、天皇主権の憲法ですから、はい、私は大日本帝国憲法よりも日本国憲法の方が望ましいと思うんですが、あの場に及んで、1946年、はい、多くの憲法学者、ほとんどの人が、この憲法改正反対して自殺した人もいるんですね。これ抵抗して、はい、つまりは憲法、大日本帝国を憲法を守らなくちゃいけない。で戦争が終わって新しい国家になったんだから日本国憲法を導入すること自体は私は望ましいことだと思うんですけども、だけれども実は一番強烈に反対したのは憲法学者なんですよね、はい、で、まあ、それは許さないということで、で、結局、まあ、それで、まあ、松本丈二、ご存知の通り、はい、まあ、本当に、技術的な表面的なすり抜きをして、ほとんど変えようとしなかったということで、はい、まあ、傘が起こって結局、そうですよね。
わけですよね、はい。まあ、あの松本丈司は憲法学者じゃありませんけれども、はい、もともと東大の商法の教授だったんですが、まあ、それともかくとして元に戻って結局戦後の、まあ、日本もう実はこの不破の体験の催眠術が解けてないと思うんです、はい。やっぱり憲法というのは生き物ですから、時代に合わせてどうやったら日本国民の安全を守れるかということを、まあ、あるいは新しい状況に対して人権もそうですけども対応できるかと考えなくちゃいけない。というのはその先ほど申し上げた通り、日本国憲法もですね、1945年46年のその時代の産物だったわけですよね、はい。ですから時代が大きく変わったらやっぱり憲法を変えていかなくちゃいけない。ところが憲法に触ることが悪であるという催眠術は、私はこれは熊野大典の伊藤博文の呪文だと思うんです、はい。彼が立憲主義を定着させるために必要悪としてその呪文を唱えたら、100年経ってもまだその催眠術が解けてないわけですね。つまり憲法を触るのが悪であるということですよね。だから全くアップデートされていない。これ私は非常に危ないことだと思って、はい、やっぱり時代に即していなければ、法もですね、これは本当の意味で社会に十分に浸透しないですから。そういった意味では、私は一番怖いのは憲法改正することではなくて、はい、現実と憲法の理念がどんどん乖離して、したがって人々にとって憲法の理念というものに共感ができなかった時は、私は一番危ないと思うんですね、うん。それが今起きているのが現状じゃないかなと思うんですね。そうですね。で、やっぱりその一番の国家の暴力装置であるその軍隊っていうものに対して、まあ、国内での一番の暴力装置はまあ警察権力から始まって国家刑罰権、まあ、最後日本の場合は死刑までできるわけですけども、その刑事国家刑罰権に関しては非常に詳細な規定が31条1項に憲法はあってですね、ただ、対外的な暴力装置である、まあ、軍隊に関しては9条でないことになってますから、それをヘッジする規定ないし議論が全然されていないと。で、今回この先生の政軍関係というお話の中で、まあ、軍による安全と、要は軍によって我々国民が守られる、国家を守るんだっていうことが、大日本帝国憲法下で、まあ、第二次世界大戦に向けて起こっていたけども、まあ、軍と政治との、まあ、協力関係、信頼関係がなかったがためにですね、政治からの安全も図られず、ある種の、まあ、軍部が暴走したという鍵括弧神話みたいなものの中で、日本国憲法ができて、で今度はそこからその軍からの安全に、まあ、かなり過剰に傾斜をしてしまったという中で、まあ、我々はそのシビリアンコントロールなんていうのをもうほぼほぼ一般名詞みたいに使いますけども、なんとなくそれはそのなんか文民が、軍隊を統制しているんだみたいなことで、教科書的には理解してますけども、日本のそのいわゆる文民統制っていうのは先ほどのスライドにも書きましたけども、いわゆる文民統制ではなく文官統制なんて、言われておりますけども、要は、背広組が制服組を統制すればそれでシビリアンコントロールということを、まあ、ある種犠牲フィクションとして、まあ、そういうことになっている。で、本当のシビリアンコントロールっていう議論に結局9条があるから、その不満の大典っていう呪文があるから、行き着いてないと。っていうことでこの日本は非常に、特殊な西軍関係、まあ、ガラパゴス的な西軍関係になってしまっているんじゃないかっていうようなことを先生、論じられてたかなと思うんですけども、この辺はいかがでしょうか。そうなんですよね。結局もともとの日本の国内的な解釈としては、自衛隊は戦力ではないと、はい、実力組織だということで、まあ、かなり、まあ、言霊じゃないですけど、言葉を操って操作してきた、はい、で戦力じゃなければシビリアンコントロールと必要ないんですね、はい、ですから実はまあ、もちろん憲法上の条項ありますが、実はその現代の世界にふさわしい形にある程度軍隊をコントロールするためにも場合によっては憲法改正必要かもしれない、はい、で特にですね、今問題になっているのはグレーゾーンですね、はい、つまりはその戦争というものが白か黒かではない。例えば憲法の議論だけではなくて、先ほどご紹介したような国連憲章の2条4項2条5項で、はい、まあ、その武力の行使は禁じられている、戦争は禁じられているということなので、したがってもちろんロシアもプーチン大統領もそれ知ってるわけですよね。そうするとこれは武力の行使ではないんだと、はい、あくまでも特別軍事作戦なんだということで、はい、これ何でもできちゃうわけですよね、はい、だから言葉でつまりはこれは武力行使ではありませんよと。例えば中国が偽装したまあ、まさに特殊の工作員を偽装して漁民に扮して、はい、まあ、武器を持って
ボートで尖閣諸島に上陸したときに、あの日本の自衛隊法に基づけば、あのあくまでも組織的計画的な軍事力による侵攻でなければ日本は対応できないので、はい、あのこのようなそのあのつまり武器を持った偽装漁民に対しては海上保安庁しか対応できない、うん、でも海上保安庁は基本的に武力使いませんから、はい、そうするとこの隙間の部分って日本国憲法ってそもそも対応できないことになっているんですね。でそのことを今私が話したことをあの中国のあの人民解放軍の人あるいは共産党の幹部の人が聞いて、はい、あそうかその手があったのかって、それやったら日本は何もできないんですよね。で日本が個別的自衛権を行使しない限りはアメリカは集団的自衛権を行使できないですから、日本が行使できないということはアメリカも助けに行けない、つまりは中国はあの数時間で簡単に尖閣諸島実は取れるんですね、はい、なぜ取れるかというと、それは憲法上の隙間があるから。あの1946年47年の時点って今は違って、ほとんどの軍事行動が結局はこのグレーゾーンで行われているわけですよ。ですからグレーゾーンに対してじゃあどういう対応するかと、向こうがグレーゾーンしたときに日本がじゃあグレーゾーンで対応しようとしたら、これ憲法のつまり想定してない事態で何でもできることになっちゃいますよね。ですからその実は今のましてはサイバー攻撃なんかも同様ですけれども、あの今の21世紀の戦争にまあ、はっきり申し上げて憲法9条というのはそもそも想定していない、符合していないので、うん、それは実は多く あの実際に起こり得る事態に対してほとんどコントロールが効かないということになるわけですね、まあ、そうするとやっぱりあの憲法を21世紀にアップデートするということをしなければ、まあ、実はあの、まあ、護憲派の人たちやあの平和主義の人たちがむしろ期待しているような対応さえもできないかもしれない、まあ、むしろ逆にあの政治からの安全というふうに先ほどもあの紹介していただきましたけど、政治がつまりあのとんでもない人が権力を握ったポピュリストのとんでもないあの指導者が出てきたときに、実はその隙間っていうものを利用して何でもできるかもしれない、はい、憲法が想定してない隙間ですよね。自衛隊 を動かすその未満のグレーゾーンのところで、まさにあのプーチンがあの特別軍事作戦だと、スペシャルオペレーションだと言ったとき、はい、日本も同じことやったら、これ、憲法歯止めがないですから、はい、そういった現状に合わせた形での、やはりアップデートっていうのは、私はあの先ほどご示唆したみたいに、とても重要になってきてると思いますね、はい、もう早くも1時間経っちゃってるんですけど、最後にというか、やっぱりもちろん、法の支配で、まあ、軍隊という暴力装置を規律しなきゃいけないということは当然なんですけども、この軍隊が、まあないことになっている、そして、さっきお話したようなその一国平和主義、まあ、平和主義ナショナリズムみたいな考えがあまりに膨張してしまって、国際協調主義がなくなっているとかっていうことが、マスメディアとか、まあ、あとはアカデミアとかですね、研究者とか、そういうところにも派生をしているんじゃないのかなと思っていてですね、結局これって我々がどう考えるかだと思うんですね。細谷先生もご著書の中でも書かれてましたけども、結局我々がどう考えてどういう国防を、ちゃんと、まあ、本当に専門的に知ってなくてもですね、グランドデザインして国の在り方を決めるのかと。結局細谷先生が書かれたことで印象的だったのは、その政軍関係、軍と政治、そして国民の関係っていうのは結構その国の形、まあ、コンスティチューションですね、まさに、憲法のコンスティチューションですけども、この国の形を決めるんだと、その統合のあり方を決めるものなんだと、それがもう全く日本は抜け落ちているので、この国の形であるとか、まあ、この国のアイデンティティ、そして統合のアイデンティティが全然ないということなんですけども、そこをやっぱ媒介すべき、マスコミ、ジャーナリズム、そしてこのアカデミアにとってもやっぱこの9条とか、ある種の軍事っていうもののタブー視ですねが影響してきたことがすごく大きかったんじゃないかなと。それをすごくウクライナ戦争で感じたんですよ。その非常に出てくる方々っていうのは割とその出身大学とか貴族大学も似通っていて、でその、なんていうのかな、そんなこと言っちゃうのっていう、私の感覚からしてもおかしいなっていう人たちっていうのはなんとなくやっぱり同じ方向に方面にいてですね、でもしかするとそのアカデミアっていうのはそっち側のちょっと向こう側の、今回そういうこと言っちゃって大丈夫かなっていうようなことを言うような人たちがメインストリームにいたのかなとか、まあ、私はその業界にはいないので素人的に思ってますけども、やっぱ憲法学会とかもそういうところが非常にあるので、そういうのはパラレルなのかなと。で特に、まあ、こういう軍事の研究であるとか国際関係の研究の中で
この9条とか、まあ、ある種の平和主義ナショナリズムみたいなものが及ぼした影響っていうのはやっぱり大きいっていうふうに考えるべきですかね。そうですね。まあ、結局1945年8月で我々の戦争や軍事に関する思考が止まっちゃったんですね。はい。戦前は軍事について考えすぎて日本は滅びたんですけども、戦後は考えなさすぎる。で、これはやっぱり日本学術会議は軍事研究を禁止する。はい、で、結局軍事研究って何なのってことはよくわかんないんですよね。はい、で、あまりにも曖昧な言葉なんで。で、ですから、まあ、理系文系でどれが軍事研究に当たるのか。だから結局はそれが50年代、60年代にこの日本学術会議のさまざまな制度とか、合意が作られたので、それってやっぱりベトナム反戦戦争の時代ですよね、はい、でこの時代に結局軍事研究の禁止というのは作られて、特に東大法学部には非常に厳しい東大法学部の中でのその、まあ、内規があるので、まあ、それは、まあ、逆に言ったら慶応大学にないので安全保障研究はしやすいんですよね、はい、で結局何が軍事研究かということを広く取るか狭く取るか、比較的慶応大学なんかは安全保障研究とか軍事研究に近いことを多分やってきたと思う。まあそういったものを必要だ、学ぶ必要だということがあったと思うんですけども。ですから、日本の平和主義って結局のところ、戦争や軍事を学ばない、知らない平和主義なんですね。見ない平和主義。はい、つまり戦争を見なければ我々は平和でいれると。外国でいっぱい戦争がある。毎年のように世界中で戦争があるわけですよね。だけど我々はそれを見ないことによって別にいいよねと。でこれって先ほど申し上げた憲法全文の精神に反するんですよ、うん、やっぱり自分たちだけではよければいいというのは憲法の精神じゃないですからね、はい、だけど日本の戦後の平和主義っていやそんなことはない、自分たちだけではよければいいんですよっていう、この50年代60年代の軍事研究の禁止、戦争の研究の禁止というのは戦争を見ないことによって我々はその、まあ、平和でいられた。ところが我々が見ないことによって平和主義を維持してきたのが大量に SNS でウクライナの戦争の様子が流れてですね、見ざるを得ない状況が生まれてるわけですよね、はいはい、その時にやっぱ多くの人たちが我々が戦争を見ないっていうことで平和主義を維持するっていうことで本当にいいのかって多分多くの人は疑問が湧いてると思うんですよ、はい、見ないこと、研究しないことだから、まあ、1945年で止まって、例えば平和主義の運動をする方が自分たちの子供を戦場に送るなって言うじゃないですか、はい、でまあ、もちろんそれは、まあ、私は慎重的によく分かります。じゃあドローンは送っていいのって思ってたらですよ、今回トルコ製の、ね、はい、ドローンがたくさん使ってますけども、子どもたちを送らないんだったらじゃあドローンを送るのはいいんですかということで、これって倫理的に多分まだ日本の中で議論してないと思うんですよ、うん、ロボットとか、そうですね、AI、はい、でじゃあ日本の子どもたちが死ななければドローンを送るんだったらいいのということになるわけです。あるいはドローンとドローンの戦争だったらじゃあいいよってことになるわけですよね、はい、サイバー戦争なんかもそうですけども、でこの21世紀型のドローンとかサイバー空間が戦場の中で、子どもたちを戦場に送るなって言ったときに、じゃあ子どもたちを戦場に送らずにサイバー空間の対決戦争や、あるいはドローン、あるいは宇宙空間の戦争というものはいいんですかっていうことに対して多分多くの人が答えられないと思うんですよ、はい、なぜかというと21世紀が1945年8月で我々の思考が止まっちゃってる、戦争や平和に関して。で、まあ、それからもう70年80年経ってるわけですから、やっぱりもう一度そこのところをきちんとアップデートして、21世紀の我々が生きている時代の戦争に対して我々日本国民がどう向き合うかということをやっぱりちゃんと議論しないといけないと思います。その結果どういう結論出るかというのは私は重要だと思います、はい、だけれどもまずは戦争を見て、やっぱり戦争は変わってるということ、その変わった戦争に対して日本はどういうような我々は向き合い方をするのかということをまずはきちんと議論をして、我々の答えを我々の手で出さないといけない、これが立憲主義だと思うんですよね、はい、おっしゃる通りですね。やっぱりコロナ禍も同じような問題があったと思ってまして、この有事を全く想定してなかった。でここの前に配信で来てもらった経済学者の方も話してたんですが、全然使えない政府行動計画みたいないっぱい作って書いてあったんだけども、いざ、有事になったらそれはもう全く全然使えないし、そのようにオペレーションができなかったと。でずっとこの2年間、まあ、同じようなことを繰り返してるわけですね。それが本当に対策として有効かどうかも別として、まあ、繰り返してると。で、まあ、これ象徴的ですけども、その緊急事態宣言に関してはいわゆる改革リベラルの人たちは出せ出せと、ある種の生命至上主義で緊急事態宣言を出せと言いつつ、
なぜかその緊急事態にその権力を統率するための緊急事態条項の議論に関しては反対をすると。これも非常に盗作していてですね、今多分先生がおっしゃった、まあ、ないものにするとか、危機は、まあ、なんていうのかな、その、見ないようにするということによって回避していくっていう思考の、まあ、延長線上にあると思ってます。で、まあ、コロナがあり、そしてこのウクライナ戦争があり、本当に実は今この日本のこの有事に対する、まあ、法律もそうだし、そういう政治の決定もそうですけども、一番は我々自身のこの一人一人の考えを、もう一回再定義する、まあ、批判的に再吟味するいいきっかけだなと思っているので、今日は細谷先生に来ていただいて、もう1時間10分ぐらいになっちゃうんですけども、もう先生のマシンガントークで情報量めちゃくちゃ多かったです。ありがとうございます。いやもう倉橋さんね、お話聞くのお上手だから、いえいえ、私本来用意した話から相当脱線して、はい、多分もう相当ネットで叩かれることをたくさん喋っちゃう。もう今後悔してるんですけど、もうこれ全部消していただきたいぐらい後悔してる。いやそんなことあります？お話聞くの、いや、いっぱいあると思いますよ。はい、倉橋さんお話ね、聞くのお上手だから。いえちょっと、ただ最後に、ね、一言私、きちんと誤解がないように申し上げたいのが、はい、私、倫理的な戦争っていう、ブレアのイラク戦争についての本の中で、はい、まあ、かなりやっぱりイラク戦争について批判的なことを書いてるんですよね。はい、ですから、意外と親米派の人から、保守派の人から批判されて、やっぱりアメリカ批判しすぎだとか、まあ、イラク戦争、日本の同盟国のね、アメリカと戦った戦争をそこまで批判することないんじゃないか。一方で、その道徳的倫理的な目標を超えて虐殺を止めるために、はい、例えば今回ウクライナで、まあ、虐殺が行われてたとして、それを止めるために NATO が介入するべきかどうかって、これ結構倫理的に難しい問題ですよね。そうですね、はい、アメリカも NATO も介入しないという結論を出してるわけですよね。はい、で、私はあの本の中で何を書いたかというと、仮に倫理的あるいは道徳的な目的であったとしても、軍事力を行使するということが多くの場合には本来の目的と違う結果になってしまう。はい、それは今回のロシアもそうだと思うんです。ほとんどの場合って軍事力行使ってやっぱりは楽観とおごりから始まるんですね。はい、アメリカのイラク戦争もそうですし、ロシアのウクライナ戦争もっと言ったら日本の真珠湾戦争もそうですよね。この楽観とおごりから始まると、で現実戦争が始まってしまうと、まあ、有名な軍事思想家の戦略理論家のクラーズビッツが、はいはい、フォグオブウォーという戦争の霧という言葉を使って、ひとたび戦争が始まると全ての戦争計画がもう本当に無効となってしまい、全く想定してない事態が次々と起こる。で、これ200年前にクラーズビッツが言っていて、太平洋戦争の時の日本もイラク戦争の時のアメリカも今のウクライナ戦争のロシアもみんな同じ失敗を起こしてるんですよ。そうですね。はい、だから私は軍事力行使というのは可能な限りするべきではない。で、ほとんどの場合が楽観と折りから始めた軍事力行使というものが全く想定外の悲惨な結果になってしまう。これが私は国際政治学者あるいは外交史家として学んだことなので、はい、だからロシアの軍事力行使に批判的だし、まあ、イラク戦争、アメリカのイラク戦争に対しては私は非常にあれは拙劣な判断だったと思ってます。ですから日本は戦後一度も軍事力を行使していないというのは私は立派なことだと思うんです。主要国で唯一ですから。ですからそういった意味では、まあ、ドイツもユーラシア戦争の時に部分的に参加してますから、まあ、そういった意味ではそれ自体悪いことではないけれども、だけれどもそのこととは別にやっぱり我々の思考を21世紀にアップデートしないといけない。はい、まあ、そのことを戦争も変わってますから、まあ、これクラズビッツが言った他の言葉で戦争はカメレオンである、はい、その状況に応じて色が変わるということを言ってるわけですけども、今もう本当に日々ウクライナ戦争も変わってますから、やっぱりきちんと我々はつまり呪文のようにね、戦争は良くないとか平和が大切だっていうだけではなくて、なぜ戦争が起きたのか、あるいはなぜ戦争が止まらないのか、どうやったらウクライナとロシアとの間での妥協点合意が見つけられるのか、はい、そしてどういうふうに今戦争が戦われているのか、まあ、このあたりをきちんと学ぶということが私は出発点だと思ってますので、まずそれをまあネットでもですね一生懸命発信していると、なんか細谷は戦争したがっているということですぐ批判されちゃう。そのことはやっぱり戦争は本当に良くない、ほとんどの場合が戦争というのは想定外の本当に悲惨な結果になりますから、まあ、なるべくどの大国も愛や楽観やおごりから軍事力が行使するべきじゃないというのが私は20世紀の歴史の教訓で、その歴史の教訓を学んでないのが不幸なことにイラク戦争のアメリカとウクライナ戦争の今回のロシアだと思うんですよね。はい、まあ、それはきちんと日本人としてやっぱり目に焼き付ける必要があると思います。うん、そうですね、ありがとうございます。
いろいろコメントもいただいて、やっぱりもうこの1回だけでは足りませんというコメントもたくさんいただいてますので、細谷先生懲りずに来ていただいて、あとツイッターも懲りずにどんどん上げてください。全然からやめてくれって言われてるんですけどやっぱりこうして周辺領域というかですね、私は法律学ですし、そのもちろん憲法研究者っていうのはまた実務家とも違いますけども、そういう法律畑だけではなくて、こうやって外交史の専門の細谷先生であるとか、本当に周辺領域の人たちがみんなで議論をして、知恵を出し合って、そして共通言語必ずあるわけなので、そのためにやっぱり人権とか法の支配っていう概念があるはずですから、こうしてまたいろんな憲法に関してもまた議論をしていただければありがたいです。今日はありがとうございました、細谷先生。はい、お声掛けいただきありがとうございました。また懲りずに出ていただけますかね、はい、ぜひ。ありがとうございます。帰国したらバスケしましょう。いいですね。体が動くかどうか分かりませんけど、鍛えておきます、はい、ぜひぜひ。本当に今日はありがとうございました、はい、今日のゲストは慶応義塾大学の細谷雄一先生でした。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。それでは、今日はちょっと延長してしまいました。まだまだちょっと物足りない、でしたけども、時間がね足りなかったですが、またぜひ来ていただくということで、今日はこのあたりで皆さんおやすみなさい。